それではただいまご紹介に預かりました相沢です。このように、大規模言語モデルと間違いやすいんですけど、マルチモーダルモデルの方の展開について、お話ししたいと思います。これ LMM っていうふうに、略称したりしています。LLM か LMM かというので、一時だけちょっと違うみたいな、そういうものです。ただし、これは、大規模言語、後でお話ししますけど、大規模言語モデルの上に、基盤の上に、成り立っているようなところもありまして、現状のさらにその進化だというふうに、考えています。でこちら側の方が目次でありまして、現状のその大規模言語モデル、先ほど鈴木先生の方からご紹介にありました LLM が、現状、この1年間非常に、注目を集めていると。言語処理的なタスクでも、テキスト生成であったり、翻訳、要約、質疑応答、会話構造生成等々がですね、こなせるということで、かなり汎用に近い、AI ができてるんじゃないかというふうに、思われているわけです。基本文書のデータがあり、そして、文書、テキストでの入力に対してテキストを返すというものです。しかしながら我々の生活を見てみると、文書だけの生活ではないというので、こちらの方でちょっといくつか例を生成してみたんですけど、図を持って説明するだとか、写真を持って説明するだとか、あるいはイラストを描きながら説明するだとか、ということは、日常的に行われていることで、このモダリティを上げていくっていうのが、人間に近い通信ができ、コミュニケーションができるということのとても必須の条件になってくるんじゃないかというふうに思っています。このために、現状、文書だけではなくて、言語だけではなくて、画像に対しての問い合わせを行うなどの、入力のモダリティを広げていて、さらに、進化をし始めているというのが、現状の、見方になっています。こちらの方に例として挙げたのは、画像と文書と、音声や、センサーのデータみたいなのから、同じように、ロボットを動かすようなアクチュエーターのところとか、画像やテキスト、音声が出てくるみたいな、そういうような、より一般的なものに進化していくというようなことが、先々、期待されているというふうに思います。で、ちょっと私はその画像の専門家なので、基本画像と文書についてのお話に限定して、進めていきたいと、これからの話を進めていきたいというふうに思います。で、ちょっとデモを、例えば、GPT-4 に写真を送りますと。で、ついでに問い合わせをするわけです。例えば。そうすると、ある学会の会場の様子ですけれども、それに対してこういうふうにもろもろ答えてきました。で、ちょっと少しゆっくりしているので、これをかけてると時間が経つので、もう少し、一度、計算済みの絵という、お見せしますと、例えば、これが、例えば写真として、与えられたと。こんなポスター発表の場で、説明しているというようなものなんですけど、で、そうすると、ちゃんと読んでくるわけですね。学術的なポスターセッションで集まっている様子を捉えていると。で、結構驚いたのは、ポスターのタイトルが、読み取れていると。で、これ正しくポスターのタイトル読み取れていると。他のテキストは小さくて読みづらいですと、正直に言っているというので、ディスカッションが、行われていると。カジュアルな服装でみんないる。みたいなことも、書かれていると。ついでに、この写真の普通でないとこはどこですかみたいなのを聞くとですね。で、いくつかの、人物の顔がぼかされてる点です。先ほど学生の、顔がですね、ぼかされてたんですけど、ぼかしてるところは普通じゃないとかいうふうに、言ってくると。で、それ以外は、よく見られる光景ですと。で、ついでにこの画像は自分たちの研究発表の様子だったんで、そのレポート200字程度で書いてくださいとか言うと、プルプルっと書いてくれて、そうすると、こういうのが場合によってはレポートに使えるのかな、みたいにも思っちゃったりもするわけです。こんなようなことが今できるようになっています。試された方も多いんではないかというふうに思います。で、このマルチモーダルモデルの展開ということで言いますと、一般サービスが始まったのはごく最近のことです。この10月から OpenAI の GPT-4 で使えるようになりました。だからつい先日、この Google のこのジェミニというモデルがバードという仕掛けの中で動くようになりましたというふうに、これは試験的な運用だということで動き始めています。学術発表っていうことで言いますと、おそらく一番早いのはこのディープマインドのフラミンゴという仕掛けで、これが昨年の4月で、それからポツ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 現れ始めて、レスコースのブリップ2だとか、オープンフラミンゴだとか、ミニ GPT4 だとか、なんとかアリババのものだとか、ラバという、マイクロソフトと、ウィスコンシン大学のものだとか、さらにラバの改良版だとかいうものがまず出てきています。でも、特筆すべきは、最近になって、今年になって出てきているものは全てですね、データやコードやモデルがですね、公開されています。したがって、自分たちでいじることもでき、自分たちの目的に合わせて改変していくこともできると。今、そういうようなものになっています。で、このマルチモーダルモデルは、じゃあ言語モデルのものに比べて、どういうふうな、技術的な違いがあるのかということを少し見ていきたいと思います。で、その技術の要は何にあるのかと言いますと、一つはですね、やはり大規模言語モデルの基盤があるということです。かなり実用になった大規模言語モデルがもうすでにあり、それを使えるようになっていると。で、それから画像を入れて、言語と合わせて使えるっていうのは、やっぱ普通じゃないわけです。で、それはどうしてできるのかっていうと、画像と言語をうまく合わせ込むような、画像のセマンティクスを言語にうまく合わせ込むような仕掛けがあり、それを LLM で使えるようにしているような仕掛けがあるというところがあります。そして最後に、画像を用いて、質疑応答とか、指示を行うような仕掛けっていうのをうまく学習させているというところにもあります。これらについて少しずつお話ししていきたいと思います。まずその大規模言語モデルの方ですけど、それで、ここの話はですね、このラバという、最近の、1.5 っていうのが一番性能がいいので、それをもとにお話ししていきます。で、先ほどのリストの一番下にあったやつ。で、どうしてこれ選ばんだかと言いますと、極めてシンプルで明快なアーキテクチャを持っていて、この10月の時点で、ほとんどのベンチマークデータセットで、最も良い性能を示しているということがあります。この下にある図が、その11のベンチマークデータセットで、試した性能ですけど、この赤いやつが、このラバの性能で、他をこの凌駕しているというのがよくわかります。で、このラバのアーキテクチャはどうなっているかっていうと、モデルの規模は7ビリオンとか13ビリオンなんで、先ほど言語モデルのところで出てきてた、100ビリオンだとか1000ビリオンだとかいうようなところと比べると、はるかに小さいんですけど、でも、この、パラメータ以上にデータの方が重要だという、思想で作られている大規模言語モデルがあって、でそれが割と小さめにできている。そのために、それベースに作っている。でどういうふうにできているかというと、このテキストは通常通りにLLMに入れます。で、画像を入れるのはどうするのかというと、画像は、クリップのビジョンエンコーダーを通します。ビジョンエンコーダーを通した後に、それを、2層の MLP に入れて、これがこの画像のセマンティクスをさらに LLM のセマンティクスに合わせ込むようなコネクターになっています。で、それを単にそのトークンを LLM の中に入れるというだけであります。したがって構造としては、通常の LLM を限りなく近くて、ただ画像に合わせて少しファインチューニングがされているというようなものであります。あと、面白いのはですね、この構造自体は、もう垂直統合で作られているわけでは全然なくて、で、LLM はメタが作ったものが基盤になっています。それから、ここのクリップは、OpenAI が作ったものですし、で、この全体の仕掛け自体は、マイクロソフトと、ウィスコンシン大学が作ったものですので、大きな、IT 産業がみんなお互いにアセットを使い合いながらこの仕掛けを作っていってっていうようなことがなんか見て取れると、最近のこの AI のエコシステムっていうのはこんな風にできてんだな、みたいに思っちゃったりもするわけです。で、まあ、大規模言語モデルに関して言いますと、まあ、ちょっと先ほど述べましたメタのラマというのが、まあ、使われています。まあ、メタのラマの派生モデルが使われています。ビクナっていうものらしいんですけど、まあ、それを大規模言語モデルに利用しています。この、問い合わせに対して、対話に対してより良くなるように、まあ、学習が進められたものです。で、この LMC っていうのは大学の、合同、組織みたいなものです。カリフォルニア大学とかの合同組織みたいなもの。で、いずれもですね、これコードやデータやモデルが公開されている。で、まあ、ビクナの対話性能っていうのは、チャット GPT の 90% の性能があるというふうに、まあ、今年出た時に評価されているものでもあります。それから、まあ、画像で、LM で、言語と同様に扱うっていうのはどういうふうなことをやるのかと言いますと、こう二つの要素がありまして、クリップの画像エンコーダーを利用するということと、画像特徴の LLM へのアライメントを行うという2点があります。ちょっとクリップっていうのは、なんかこう、今まで何の導入も使ってきてるんですけど、どういうものかと言いますと、クリップっていうのは、膨大な画像テキストデータを使って、調整したものです。まあ、学習したものです。インターネットから収集した4億の、まあ、画像テキスト対を使います。画像と短いキャプションですね。のテキスト対を使います。で、この膨大な量のデータがですね、お互いにその画像とテキストが近づくように、まあ、なんか学習するようなアルゴリズムを持っていて、で、そして最終的に画像特徴と言語特徴を、まあ、近づけるようなことができます。まあ、ここに画像エンコーダーと、まあ、テキストエンコーダーがあるんですけれども、で、その後、LMM って使うのはこのイメージエンコーダーの方だけです。それから、ラバの画像特徴のアライメントという部分に関しては、このクリップはそのまま使います。何にも学習はしません。で、LMP で、2層の LMP がこのコネクターのところに入っていて、その学習を、ここだけ学習することで、まず画像特徴は LLM に適合させます。で、ここの事前学習では、最終的に、ここの事前学習では LLM を固定したまま、比較的小規模なイメージテキストのペアを持ちます。これ60万しかないので、まあ、初期のクリップなんかを学習してたものに比べれば、まあ、何分の 1? 1万分の 1? まあ、ともかくすごくめちゃくちゃ小さい量ですね。60万件しかない。で、それで、事前学習を進んでます。で、その次に、最終的にこのビジュアルインストラクションチューニングっていうのを行います。一般にこのインストラクションチューニングっていうのは、LLM が、指示に従ったような応答をするように、様々な指示と応答からなるデータセットが与えられた学習で、これをやることで LLM の反過性能が効率よく向上できるというふうに言われています。それに倣って、画像を用いた、ビジュアルクエスチョンアンサリングのデータを用いて、インストラクションチューニングを行います。ただまあ、このビジュアルクエスチョンアンサリングのデータというところで、まあ、ここをさらに工夫が入っていて、まあ、一つはですね、既存の画像と質疑応答のデータセットで、まあ、学術タスク向けの、VQA のデータセットであるとか、OCR のデータセットであるとか、領域レベルで、まあ、そのものを問う、VQA であるとかっていうようなことが、まあ、用意されるわけですけど、もう一つがですね、大変興味深くて、会話とか、詳細な記述とか、複雑な推論とかを行うために、その、クエスチョン&アンサーのデータそのものをですね、テキストだけで動く、GPT-4 で生成しています。それが会話で6万件、詳細な記述で2万件、複雑な推論で8万件ぐらい。まあ、それがある、まあ、16万ぐらいのデータセットになっている。で、これで LLM とコネクターのさらなるファインチューニングを行うということです。で、これもそのデータ量としては全部合わせて、これは66万件しかないので、まあ、もともとのデータに比べればわずかなもの。で、この、ちょっとこれ、ビジュアルインストラクションチューニングのところ、特色があるので、これ何かで使えるかもしれないので、ちょっとご紹介しますと、画像データセットっていうのはもともとこんなものです。画像が与えられていて、で、そのキャプションがあり、で、そして、どこに何があるかと。人はここの領域にいると。この数字はですね、ここの四角を指すものですね。だからバックパックがあり、スーツケースがありみたいな、そういう領域が指定されている情報と、それからキャプションの情報があると。で、これを GPT に与えるわけですけど、GPT に与えるときには、もう画像は使わないで、このキャプションとボックスだけ使う。このバウンディングボックスの情報だけ使って、でそれで、会話であるとか、詳細な記述であるとか、複雑な推論であるというようなことのデータ作りをですね、GPT-4 にさせるということになります。例えば、この、会話のところで言えば、どんなタイプの、車がいるのか、みたいな、画像の中にいるのか、みたいな質問が出てくるわけですけど、それは、キャプションの中にちゃんとですね、黒い車とか SUV とかも入ってるわけで、そうすると、仮に質問でこう聞いたとして、アンサーとして、これが、黒い SUV がいるみたいなことはですね、当然質問として、用意できるので、GPT-4 はこういうのをですね、たくさん作っていくわけです。で、それをもとに、学習をする。最終的にはこれと、画像と、今度は GPT-4 が作った、クエスチョン&アンサーを使って、学習を進めていくということになります。で、この出力の例なんですけど、これ英語しか基本、保証されないものですが、例えばこんな、これ論文から取ってきたものなんですけど、なんかよくわかんないんですけど、車の後ろに人がいてアイロンがけをしているっていう、ちょっと表現的なものがあるんですけど、これ、例えばこの英語で、こっち側にわかりやすいように日本で書いたんですけど、この画像のどこが普通ではないのかとか問いかけるとですね、ちゃんとこの普通ではない点はミニバンかバンの荷台でアイロンをかけている男性であると。で、ここはアイロンをかける場所ではなく、それではアイロンがけは自宅のようなもっと静止した安全な場所でアイロン台を使って行うものだからだ。とかなんかいろんなことをですね、書いてくるので、ここの中に間違いはないんですよね。驚くことに。ね、なんかこんなことが出てくるっていうのはちょっと、驚きでもあります。また、この質疑応答をリセットして、で、一体何がこのシーンの中で起こっているのかと。いうようなことを聞くと、今度は、これは新しい、質疑応答として、賑やかな市街地と黄色い SUV の上に立つ男を描いて、男は、車の上に立ちながらアイロンをかけている。立ってるわけじゃないかもしれないですが、なんか、間違いではなさそうな。ただ、ちょっと間違いも生まれていて、ここだと。信号機や消火栓があるって。ここ見ても、信号機や消火栓がないようにだと。車の上にいる男の近くに一人、離れたところにもう一人いるとか。これもちょっと間違いかなみたいに思うんですけど、このハルシネーションがある程度起こるというようなところが、同時に確認できるというわけでもあります。それから、ちょっと、自分は、食事画像や漫画の画像やってるんで、ちょっと食事の画像とか入れてみたんですけど、この自分たちの手元で動かした、ラバの上に、この食事画像を入れてみた。で、そうしてこれが何かっていうのを、聞くわけですけど、そうすると画像は朝食の料理がもらえた3枚の白い皿が並べて、卵とベーコンがあるというようなことで、テーブルの上にカップが2つある。ここはカップじゃないですけど、でもカップがあるというようなことで、そんなところまで読み取ってくると。しかもこれ、朝食とは何にも、言ってないんですけど、でもこれ朝食の料理が盛られたとかいうふうに書いてあるのは、これは正しいんですよね。なので、ここの中では、間違いは言ってこないと。で、漫画も入れてみたと。漫画の画像処理って結構大変なんですけど、これ白黒のニッチだし。でもこれ入れるとですね、この漫画の詳細を問う、聞くわけですけど、そうすると、この漫画のコマには2人の男性が登場して、この人はちょっと顔出てないんだよ。見落とされたらしいんですけど、1人がレーシングスーツで、もう1人はサングラスをかけていて、で、大きなブラジル国旗の前に立っている。これブラジル国旗だとちゃんと認識してると。で、コマの背景には文章が書かれて、レースかレースの関連の集まりであることを示しているということで、情景の記述に関してはほぼ間違ってないと。ただ、レーシングスーツの男性はトロフィーを手にして、まあ、勝ったばかりのレーシングドライバーであることをさらに裏付けている。ここはまあちょっと、行き過ぎて、口滑ってるってところですね。サングラスの男がほとんど微笑んでいるって、まあこの表情も正しいみたいなので、まあ、ちょっとなかなか、この VQA はですね、まあとてもある意味、このラバー自体の、これ、ゼロショットでこれ使ってるんで、何にもトレーニングしてないで、これ、そのまま、ありものの中に入れている状態ですけど、まあ、ここまで読んでくるっていうのは、まあ、結構大したものだなというふうに思います。これ言語は、英語なんで、日本語のこの文字が入っててもこれ読まないので、これが英語だったとしたら、これ英語もさらに読んでくるということだと思うんです。ちょっとまあ最後になんですけれども、まあ、特定分野に、合わせた LLM の研究開発も進んでいて、バイオメディカル分野の学術論文のデータを用いて、ファインチューンを進めたラバメットとか、これマイクロソフトが作ってますけど、などがまあ開発されています。なので、まあ、多分こういう分野とか型に今進んでいって、より深い質問ができるように、まあ、このマルチモーダルの仕掛けっていうのが進めていくんだろうなっていうふうに一つ思っています。あともう一つですね、これこの前、見つけた研究だったんですけど、この場合ビデオで、まあ、複数枚の画像を使ってマルチモーダル解析をするための、ベンチマークが作られて、そこではまあ、すごく簡単な知覚的な課題で、答えは選択肢で与えるっていうようなものなんですけど、でもパーセプションテストっていうのをこうディープマインドが作っていて、まあ、そこではですね、ここに下に出てるような、まあなんか性能を収めているっていうのが出てるんですけど、これ、青が人で、緑、だいたい色がですね、その当時に出てた一番いいモデルです。なので、これ、一番いいモデルでもたかだか 50% ぐらいしかなくて、人との間の差っていうのはまだとても大きいんですよね。なので、まあ、こういうモデルはまだ進展の余地は多いんだろうなというふうに、まあ、同時に感じているというところでもあります。ということで、ちょっと長くなってしまったかもしれませんが、LMM の概要を、まあ、お話しさせていただきました。技術要素とか出力例についてご紹介いたしました。以上です。ご清聴ありがとうございました。